ということで、明日の配信メンバーへのお題を決めたいと思います。わお、あ、そしてなんと明日の配信メンバーは梅だそうです。梅澤みなみです。やばい、まさか梅とは。何に、はい、じゃあこっからですね、たおみが引いて決めますよ。じゃん、はい、カップスター豚骨美味しそう。いや、どうなるのかな、これに何かをプラスするんですね。はい、これがありますよ。これにどうしようかな、変なのがいいな。ちょっとやっぱりこっちで、せーの、じゃん。なに、あー、きたー語尾ににゃんをつけて食べた感想お願いします。だってこれは梅にぴったり、やばいですね。たまみも見たい。これはさ、こうぜひ食レポしてもらって、語尾ににゃんをつけてください。梅これはやばいですね。みんなさん、ギャップも萌えですよ、あの梅が。めっちゃ良くないですか。やばい、しっかりとこう食レポしてくれてお願いします良すぎる、やばいですね。お楽しみに。はい、じゃあ6月の麦帯の特別企画、カップスター笑を生放送でコマーシャルしようと思います。前回のメンバーが坂口珠美ですね、決めてくれたお題がこちらになってます。じゃん、カップスター豚骨味と、お題が語尾ににゃんをつけて食べた感想お願いしますという、何引いてくれてんのっていう感じですよ。本当にどうしましょう。ちょっと来たって、もすごいいい匂いがしてるんですね。じゃあ、ありがとうございます。じゃーん、ちょうどいい時間じゃないですか。皆さん今ご飯食べてませんか。一緒に夜ご飯の時間ということで、じゃあ、よいしょ、食べてますか。私ね、ラーメンの中で豚骨が一番好きなんですよ。だから嬉しい。美味しそう。まずね、大きいお肉がもうゴロゴロ入ってますよ。キャー、熱そう。でも皆さんも結構ね、食べてる方いますよね。あの蓋にメンバーのサインがついてたりとか。いただきます。うん、あ、これ、おいしい。豚骨の濃厚な味っていう感じです。お肉も最高ですよ。ネギもね、なんかね、具がゴロゴロ入ってます。美味しい。ちょっとお題通りにやりたいと思います。ああ、米ににゃんをつけて、だって食べます。あっ、美味しいじゃん恥ずかしい、ちょっとこれ本当にもう一声だってそうですよね、ちゃんとやらなきゃカップスターの良さを伝えなきゃね。お肉にすごく味がしっかり染みついてて、
染みついてて味がしっかり染みついてて、豚骨ラーメンと合うにゃん、美味しいにゃん。はい、どうですか、いいですか恥ずかしい、でも美味しい。本当に見て、こんなに大きいんですよお肉。うん、美味しいにゃん、おり恥ずかしい、これ本当に想像以上に恥ずかしいですよね。ありがとうございました。ぜひ皆さんもいろんな味があるので食べてくださいね。